はい、ゆっきーでーす。今回、ポケモンカード、開封動画始めていきます。今回はこちら、光る伝説というね、ポケモンのサンムーンのね、光る伝説でーす。こちらが、ボックス、これなんだ ?20 パック入り。そして1泊6枚入りとなってまーす。こちらで、金儲けのために僕が、やっていく、狙う、その商品というのが、レアレアの、ゾロアーグ GX。ですね。こちら値段が1500円。なんですよ。で、1500円ですね。まあ、そこそこ高いと。しかもレアレアという、まあ、ダブルレアという、案外、しょぼい、ワンボックスで4枚ぐらい、レアレアは以上は入ってるはずなんで、確率的にも、ね、十分、いけるんではないかと。元が取れるんではないかと。これがね、味噌ですね。全部で72種類らしいです。まあ、それプラスアルファで。それではね、開封していきましょう。必ず1枚がキラカードらしいです。ここに書いてあります。6枚中ね、必ず1枚がキラカード。不思議だね、ダネフシー、ニャヒート、コータス、マッギョ、ライチュ GX。まあまあね、早速ライチュ GX。早速レアレアかこれ。これレアレア?レアレアです。レアレア、レアレアってかダブルレア。でね、またしてもこちら、この動画はですね、お蔵入りになる可能性があります。というのも、これは回収できるぞ、これ金持ちになれるぞと俺が思ったら、この動画は非公開です。ピカチュウ、ズルッグ、メラルバ、オーダイ、お、フーパ。これはただのレアですね。R って書いてある。そしてスーパーボール。フーパってこれ、あれ伝説のポケモンじゃなかった。伝説ポケモン。ってことは1パックにレア以上が絶対入ってるってことなんです。結構美味しいですね。これ、これ、うまいんじゃない?一泊150円ぐらいだよね。ちょっと待って。光る伝説って、強化拡張パックだから、あれか。ちょっと高いのか。これワンパック、あ、230円だから250円ぐらいするわ、これ。ワンパック250円ぐらいしますね。ちょっと高いです。ハリーセン、ゴビット、マルマイン、ウルガモス、お、ビリジオン。これも伝説ですね。お!ダブル無色エネルギー。あ、これノーマルだけど。ノーマルっていうか、アンコン。不思議そう。ビリリ玉、ルージュラ、レパルダス。お、ケルティオ。これもあれじゃん。伝説。あ、リーレイじゃん。
かわいい。いいね、かわいい。アーボ、ワニノコ、キノココ、不思議花。お、シェイミー、これもまた伝説じゃん。伝説ばっかだな。お、ハイパーボール。これハイパーボール高いんじゃなかった？シェイミーってこれさ、伝説だよね。だから光る伝説っていうの。絶対ワンパックに伝説が入ってんのかな。そういうことでもないの。ゾロア、マイナ、マッギョ、ガオガエン。お、光るゲノセクト。あ！これ当たりじゃん。そしてポケモンブリーダー。光るゲノセクト、これあれだ。堀です、堀。これ何レア？あ、何レアか書いてないですね。なんか星マークがついてる。これあれですよ。堀がある。ここのゲノセクトの部分だけ、いわゆる遊戯王でいう、なんだっけ、何あたり忘れた。堀が入ってます。値段がとりあえずわかんないので、まあ、後で調べましょう。後で一色たち調べましょう。アリゲイツ、ニャビー、マスキッパ、ズルズキン。おー、レシラム、これも伝説だ。ダメージムーバー。おー。これはただのレアです。ズルク、プラス、ニャヒート、マルマイン。あ、ミュート GX、レアレア来た。ポケモンキャッチャー。レアレア、ミュウツーじゃなくて、なんだっけ。あれが来てほしいんだけど。1500円のやつ。1500円のやつ来ねえかな。ゾロアーク。ブイゼル、チョロネコ、コータス、アーボック、ラティオス、マーマネ。まあ、いわゆる順伝です。ラティオス。順伝説。順伝説と呼ばれている。600族だ。600族とかそんな感じだった気がする。メラル、ピカチュウ。ゴビ、ミカル。お、パルキア、これも純伝説。いや、伝説か、これは。レア。禁止伝説。ワープエネルギー。禁止伝説です。レートでは使えないってやつ。ワニの子、不思議だね。キノガッサ、ゴルーム、なんだこれ。マーシャドウ、見たことない。なんだこれ。レア、知らない。何これ。初めて見た。あ、リーリー。初めて見たな。これ伝説なのか。わからん。見たことない。初めて見ましたね。ビリリ玉、アーボ、ハリーセン、ガオガエン。あ、ゼクロムだ。これもレアですね。ポケモン入れ替え。ゼクロム。あ、ゼクロムって電気タイプなんだっけ。あー、ゼクロムって電気タイプなんだ。レシラムがこのタイプだ。不思議そう、ニャビー、ゴーダイル、ルージュラー、
お、イベルタル。これもレア。お、そしてダブル無色エネルギー。イベルタルよりもゾロア、マイナ、レパルナス、ウルガモス。あ、マナフィ、これも純伝説。わからん。ミュウとかと一緒のタイプ。レア。お、ハウ。は、強子のハウ。手札、山札を3枚引くだって。化け物じゃん。まさきの上位互換。来た。まさきは2枚だ。ニャヒート、ズルク、アリゲイツ、フローゼル。あ！光るミュウ！あ、これも堀入ってるやつだ。ここだけ堀入ってる。ここだけね、このミュウのね、とこだけ。堀入ってる。これもあれですね、レア度が星になってる。星ですね。星なので不明です。値段が高いかどうかはわからん。光るミュウ来たか。結構高いんだ。メラルバ、キノココ、マッキョウ、シギバナ、お、エンテジックス。これレアレアです。ポケモンブリーダー。エンテとかじゃなくて、ブイゼル、プラス、チョロネコ、ズルズキン、お、ビージョンまた来たね。お、スーパーポケモン回収。ゴビット、ビリリ玉、アーボックス、マルマイン、ライコー、これもあれですね。純伝説。わ、エネルギー回収。懐かしい、これ。これめっちゃ使ってたわ。自分のトラッシュにある基本エネルギーを2枚相手に見せてから手札に加えるっていう。結構強いんですよ。ポケモンカード GB でよく使ってたわ。よく使ってました。ワニの子、アーボ、アスキッパ、ミカルゲ。あー、ミュウツー GX。 しかもこれあれじゃん。あ、すげえ、なんかすごい。これまたこれ星のやつ来た。星ですよ。あのね、これも堀入ってますね。このなんかカプセルみたいなところと、このミュウツーのとこは堀入ってます。結構いいの出るね。結構いいの出るね。でもこれ、1パック250円で20パックだから、250円かける5000円ぐらいするんだよ、これ。これ5000円ぐらいするからね。全部で。ということで、残りラスト1パック。これ出なそうだな、これ。ピカチュウ、ニャビー、不思議だね、オーダイル、パルキアか。出なかったね、結局ね。例の1500円は。1500円くんが出なかったですね。これは完全に、負けたな。負けたな、これ。賭けに負けた感じ。勝負にも負けて、賭けにも負けた感じ。でも、光るミュウとか出たからまだいいんじゃない？意外と。意外と光るミュウとか高いんじゃないか。ということでね、ご清算が始まりました。清算しますよ、清算。
いいっすか。高いやつ。頼むぞ。頼むぞ。まずは、このビリジオン。これレアですね。はい、こちら買取価格0円。ゴミ。そして、フーパ。フーパが、なんと、5円です。そして、ライチュウ GX。ライチュウ GX が、なんと20円。で、ケルディオが、0円。シェイミも0円。そして、光るゲノセクト。こちらが、なんと、うわ、たった300円。最悪。超安い。そして、ミュウツー GX。こちらが5円。ハルキア。これが0円。そして、マナフィーも0円。エンテイ GX がたったの10円。そして、パルキアが0円。そして、こちら。ミュウツー GX の、この、ポリバージョンはなんと値段が、おお、シークレット600円たったのこれ600円もっと高い気するんだけど。そして、レシラムが0円。ライコーも0円。ビリジオンも0円。そしてこちら、光るミュウ。これがシークレットの光るミュウが700円おっと、ちょっと高い。そしてイベルタルが、0円。ゼクロムも0円。そしてこのマーシャドウが5円。ラティオスが、2円となってます。なんだよ。ということは、俺基本的に5円のやつとか売らないんで、売らないでの残すタイプなんで、まあいいやつとしたら10円とかも売らないっすね。5円とか売らないんで、いいやつだけ残すと、ライチュウが20円だから売らないし、この光るミュウと光るゲノセクトと、ミュウツー GX。この3枚で合計、7、6、2、12、13。1600円。1600円か。1600円か。だがまだ忘れてはならないのがこのノーマルカード。ノーマルカードの中で意外と高いノーマルカードがほとんどないですね。ハイパーボールが20円、ダブル無色エネルギーが30円となってますので、それ以外は全部0円らしい。何個当たったっけ。ダブル無色ハイパーボー、あとはダブル無色もう1枚って感じですね。ということで、ダブル無色が2枚当たったんで60円。そしてハイパーボールが1枚なんで20円で、合計80円ですね。ということで、完全敗北でした。あー、また負けた。ポケモンカードくじ。ポケモンカードくじ負けたわ。
さすが。これは、なかなか、難しいですね。ということで、今回も敗退、敗北です。ご視聴ありがとうございました。